はい、では今回は折り紙を使って立体的な星バーンスターを作っていきます。この星は折り紙5枚使うんですが、15センチ角の折り紙を使うとこのサイズになります。 7.5 センチ角の折り紙を使うとこのサイズになります。ストライプの柄の折り紙を使うとこんな感じの柄になります。この星の作り方の動画は他にもたくさんあると思うんですが、最後立体的にするために膨らませるところが少し難しくて、そこでクシャッとなって失敗してしまう場合があるんですが、この動画ではそこを簡単で綺麗にできるやり方を説明していきます。では早速作っていきます。まず裏返してこの向きにします。左の角を右の角に合わせて半分に折ります。折れたら開きます。右下の端を中心の折り筋に合わせて折ります。左側も同じように折ります。右上の端を中心の折り筋に合わせて折ります。左側も同じように折ります。折れたら裏返して下の角を上の角に合わせて折ります。折れたら裏返します。ここが開くようになっているんですが、この面を上に向けて置きます。右下の角を軸にして左下の角を中心の線に合わせて折ります。まず持ち上げて横を向けます。上の1枚だけを折るのでこの間に指を入れておきます。右下の角を軸にしてこのように折ります。その時に右下の軸はずれないようにして、この角をこの中心の線に合わせます。この軸と角を2点同時に合わせて折ります。この部分は折り紙が重なっていて少し折りづらいので注意して折ります。左上の端を下の端に合わせます。
で左手でこのように持ってこの下を支えます。でこの部分を右手でつまんで右へ倒します。この端と端を合わせて折ります。でこの部分はしっかり折っておきます。でこの中を見ると中につまみのようなものが右と左に一つずつあるのでこれを引っ張り出します。もし引っ張りづらかったら一度戻しますが完全に開いてしまってでこの下の真ん中を押してこのように閉じます。で形を整えたらまずはパーツが1つ完成です。これと同じものをあと4つ合計5つ作ります。ではこれを組み合わせていきます。まずこのように同じ向きで持って右側を90度回します。で右側のこの中に左側を入れます。ではのり付けしていきます。左側のパーツにのりをつけるとこの折り筋から左へはみ出ないようにつけなくてはいけないので右側のパーツにのりをつけます。全体につけなくても端につけるだけでいいと思います。特にこの左右と上の角をしっかりつけておきます。左側の端に右側をかぶせるようにしてこの上の角と下をしっかり合わせて貼り付けます。次も同じように貼り付けます。これを繰り返していきます。5つ貼り付けたら、この部分をしっかり押さえておきます。このくぼんでいるところの線のところですね。
そしたらこの中に指を入れて中から広げます。少し膨らんだらこのようにして折りたたんでいきます。この色のついた方を上にしてここに糊をつけます。で、下の白い面が出ている方の左右を折りたたんで、下から上へめくって、しっかり合わせて貼り付けます。特にこの左右はしっかり貼り付けておきます。しっかりくっついたら横を向けてこの5本を均等に広げます。で、真ん中をゆっくり押さえていきます。そうするとこのように膨らんで星の形になっていきます。もしもこの辺りに隙間ができて綺麗な形になっていなかったら、このように押さえると平面になるので、押さえてしっかり折ってもう一度膨らませます。はい、これで立体的な星の完成です。ぜひ作ってみてください。もし気に入っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。